2021年からテレビ朝日系朝の情報番組グッドモーニングに出演している森千春さん、同じ番組に出演しているテレビ朝日アナウンサー佐々木一真さんと不適切行為をしている写真をニュースポストセブンが報じました。写真は今年1月下旬に撮影された動画からのもので、都内の歩道上で酔った様子の森千春さんと佐々木アナが抱き合い絡み合っている姿が映っています。関係者の話では、森千春さんには大学時代から交際していた彼氏がいたものの、佐々木アナに惹かれるようになり、今年の夏くらいから正式に交際を始めたようだとのこと。まずはこのニュースへのネットの反応です。こんな奴らが役者救済をするわけがない。独身の男女が泥酔して戯れてるだけのようにしか見えんがあかんの。お花見とかこんなの普通にいるけど、逆にそれがなぜいいと思うのか説明してくれ。大の大人が酔っ払って公共の場で見苦しい。まともな大人のすることではない。悪ノリの度を超えてるわな。完全に入ってるじゃん。それにしてもええ尻や。どんだけ絡み合ってんだよ。楽しそうだな。なんか楽しそうなんだけど、動画見たい。ナイスタイですね。これは羨ましいわ。そりゃ近くにこんなのあったらも見たくなるわな。お似合いですね。もうここまでさらされたら心置きなく付き合えるでしょう。幸せになってください。写真撮っておったの仲間でしょ。これ通りすがりが見て局アナの絡みとか普通思わない。羨ましいしかない。この女子アナ彼氏いるのにマジで。独身同士なら交際くらい好きにどうぞだが、路上でこれは社会人としてどうなんだろう。二人とも今日グッドモーニング出てた。森千春は休んでたな。なぜかなと思ったらこういうことだったのか。森千春さんは東京都出身で、1999年10月7日生まれの24歳。慶応義塾大学を卒業後にセントフォースに所属し、フリーアナウンサーとして活動しています。身長160センチで抜群のプロポーションの持ち主である森千春さん、グッドモーニングではニットを着用してプロポーションの良さが目立ってしまうことも多く、早起きのファンなのか、森千春さんのニット姿が見たくて早起きになってしまったファンなのかは分かりませんが、毎朝の衣装を楽しみにしている人も多いようです。こんなでかかったのかよ。なかなか揺れる。ポンテローザが入っていると思う。優勝。あらいいな。棒差し示すだけでおっぺいがぐるんとなる。どんだけちいちゃんパイぐるぐるしてんだよ。内野ゴロ取りづらそう。谷までキャッチ。テレビ朝日では不適切な行為があったことは事実、関係者から詳しい事情を聞いているとし、森千春さん所属のセントフォースは、不適切な迷惑行為があった事実は確認した、行動である以上報道番組を担当する立場としてはあるまじき行為と回答し、指導を徹底するとしています。なお公式の回答では、森千春さんと佐々木アナが現在交際している事実はないとのことです。最後までご視聴いただきありがとうございます。このチャンネルでは厳選した美女の話題を投稿しています。ぜひチャンネル登録お願いします。